平成15年台風第4号は2003年5月に発生し日本に上陸した台風である。進路図2003年5月25日15時にルソン島の再開場で熱帯低気圧が発生し半時計回りの進路をとって26日9時に南シナ海で台風4号となりアジア名リンファと命名された。命名国はマカオで蓮を意味する。 なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、チェデンと命名している。台風は東に進みながら、発達を続け、27日に、ルソン島に上陸。上陸中は一時的に勢力が衰えたものの、進路を北東に変えて、再発達し、30日3時に、沖縄の南海上で最盛期を迎えた。その後は、 南大東島の近海を進み、北北東に進んだ台風は、九州の東海上を通り、31日6時半ごろに、愛媛県宇和島市付近に上陸。31日9時に、同県西条市付近で、温帯低気圧に変わった。温帯低気圧は北東に進み、6月2日には、オホーツク海に達し、4日に消滅した。台風が5月に、 日本に上陸したのは38年ぶりのことで、観測史上3番目の速さであり、四国地方へ上陸した台風としては最も早い上陸となった。台風と前線の影響で、5月30日には、西日本で雨となり、台風が接近した、九州や四国では、宮崎県北方町で、飛行水量287ミ、mm、リメートル。 高知県酒川町で262ミ、mm、リメートルに達するなど一部で大雨となった31日には三重県三浜町で被災大1時間降水量93ミリメートル神奈川県藤沢市土堂で75ミリメートルとなるなど四国から関東地方にかけての太平洋側で猛烈な雨となり主な飛行水量は 三重県大和市で4 6 4トル、静岡県中井津町天城山で2 9 6ト、mm、ル、徳島県上勝町、福原明で2 3 8ト、mm、ルなどに達した。紀伊半島などでも降り始めからの総雨量が3 0 0、mm、トル以上になったという。また、室戸岬で最大風速秒速、33. 3 3 3ルを観測したほか、 西日本を中心に強風となった。6月1日には台風から変わった低気圧の影響で中部地方や北日本を中心に雨が降った。この大雨により徳島県では増水した河川に流されて一人が死亡した。また、降水量が多かった高知県、徳島県、三重県、神奈川県を中心に山崩れや崖崩れなどの土砂災害や 重家の浸水被害などが発生した。その他、各地で強風による交通機関の障害、農作物への被害なども相次いだ。ありがとうございます。